はい、どうもメイチャンネルです。今日私はですね、大手町ワンビルの方にやってきておりまして、去年2020年9月1日にオープンしましたフォーシーズンズ東京大手町の方にね、今日はねやってきております。朝のね8時44分ですけどね、なんとねこちらのねプラン、一休さんのプランでですね9時チェックインのねプランがありまして、36時間ステイという感じになってます。最高です。というわけでね、早速これからねチェックイン手続きの方していきたいと思います。こんな朝早くチェックインしたことないですね。行ってまいります。おはようございます。はい、チェックインがね完了しまして、これから36階のお部屋の方にね向かっていきたいと思います。はい、非常にね落ち着いた廊下ですね。今日はね3615というお部屋になります。スパ行きのね直通のエレベーターもございますね。はい、奥はね結構広くてかなりね落ち着いた感じの廊下になってますね。今日はこちら3615というねお部屋になります。こちらです。では入っていきます。はい、こんな感じですね。はい、ではねちょっと詳細見ていきたいと思います。まずね一周ちょっとぐるっと見てみましょう。はい、こんな感じのねお部屋、結構和モダンな感じで面白いですね。はい、こんな感じのねすごく豪華な作りです。そしてこちらがね水回りになるんでしょうかね。あー、面白いですね。はい、では一度ね戻って詳細ね紹介していきたいと思います。まず玄関ですね、こういった感じの落ち着いたねドア、ちゃんとねドアスコープもあります。はい、で入っていただいて左手がですねもうねミニバーのコーナーになってます。カプチーノみたいなねグラスがあったりとか、マグカップ、そしてね急須と湯飲み茶碗、いや結構ねおしゃれですよ。そして電気ケトルとネスプレッソマシンという感じですね。お水も6本ございますね。すごい。で、アイスペールです。非常にね、大理石調で高級感ありますね。はい。で、マイバーリストとありまして、こちらにね、メニューがこのようにね、ございます。見えづらいですけど、白ワインがね、総額で4800円とか、まあ、税込み表記になってますね。で、普通のね、レッドブルとか700円。お茶とかも700円とか。まあ、そんな感じのね、価格帯となってます。はい。で、この下が冷蔵庫かなんかですかね。はい。こういった感じの冷蔵庫になってまして、スニッカーズとかね、こういった焼酎、入ってますね。で、フォーシーズンズといえば、ジュースなんですけど、これがないな。
これ、フォーシーズンズのマークのこれ、あ、でも違うな。フォーシーズンズのね、なんか丸の内にね、あるようなジュースみたいなのは見かけないですね。でもここら辺結構ね、こだわりがある、沢の井のね、日本酒だったりとかありますね。はい。そして、こちらにエスプレッソのポーションが3種類で2個ずつ計6個ありますね。ブランデーとかですね。こういった類もあります。で、クリーミーパウダーとか、こういったね、お茶、柚子とかですね。柿の葉となってます。で、こちらがね、和紅茶。はい。すごくこだわりがある感じですね。コースターなんかも非常に可愛いです。はい。で、この下にグラスがあって、はい、ワイングラスとかね。いいですね。ツヤが違います。もう、きらびやかですね。はい。で、スナック類があるという感じですね。はい。で、ここら辺ね、障子で、まあ、閉めていただくこともね、このように可能となっております。いや、非常に和テイストでいいですね。すごく落ち着いてて、個人的にはめっちゃ好きですね。で、こういったクローゼットがありまして、スリッパですね。まあ、もふもふな感じしますね、もうね。はい。非常に柔らかそうな感じです。で、傘と、はい。こういったね、ハンガー、フォーシーズンズのマークがありますね。で、アイロンとかですね、セーフティーボックスがあったりとかします。ここの台も広くて非常にいいですね。で、こちらにセパレートのパジャマがあって、お、レイ君サイズのもあります。ちょっと着させてみたいですね。かわいい。めちゃめちゃかわいいですね。すごくね、あったかい、もふもふの感じですね。ワッフル生地みたいな感じですね。ここは空で、ここには紙袋とかビニール袋、ランドリー袋みたいなのがありますね。で、一応ね、ここにスーツケース広げる台なんかもね、中に収納されてます。はい。いやー、めちゃめちゃいいですね。初めて来ましたけど、非常にいいです。で、水回りもね、こういった感じの障子っぽいね、扉で仕切ることができまして、プライベート空間をね、保つことができると。で、鏡もね、やっぱりめちゃめちゃでかいんですよね。こういう感じでね、姿見の鏡。で、開けていただくと、正面がね、お手洗いですね。はい、自動で開きまーす。ウォシュレット。こういった感じのね、なんかね、優しい感じのウッド調で、非常にまとまりがあって、シックな感じしますね。いや、本当に好きですよ、こういう感じ。高級感がね、ある感じしますね。はい。で、このようにですね、洗面台があって、スイッチなんかね、こうやって、まぁ、ちょっと暗くしたりとかね、できそうなんですけど、これブラインド、こうやってね、自動で上げていただくことができます。まぁ、一応ね、ちょっとね、スペースとしては限られてますけど、一応ビューバスという感じの表記になってますね。まぁ、景色がいいかどうかね、ちょっと後ほど見ていきたいと思います。はい。で、こういった感じのね、洗面台となってて、タオルですね、ティッシュ。ああ。こういう感じのね、いいですね。はい。で、これ、多分ね、子供用のね、アメニティキットですね。準備していただいてます。これね、クリームとかね、フォーシーズンズ丸の内でもいただいたんですけど、めちゃめちゃね、いいやつなんですよ、これ。はい。これもね、ありがたいですね。で、ボディーローションだったりとか、ハンドソープ。そして、ここら辺には、コットンとかね、そういった類のものがね、入ってますね。で、時計とか。まあ、2台あってね、非常にいいですね。もう高級ホテルはね、2台あるのがなんかちょっと多くなってきてますね。はい。で、このように下の方にはですね、体重計と、でアメニティキットがここになってるんですね。こうやってね、引っ張出せるような形になってまして、歯ブラシとかね、櫛とか、髭剃りとかね、そういった類のものがあります。シャワーキャップとか。非常にね、こだわりがありそうな感じですね。で、レイ君がいるんでね、今日はおむつのね、ゴミ箱もご準備していただいてます。はい。で、これがですね、アイロン。なんかめちゃめちゃすごそうじゃないですか、これ。いいですね。どんな感じなんだろう。ちょっとね、つけてみたいと思います。はい。ドライヤーね、つけてみました。これもね、コードもめちゃめちゃ長いですね。すごく長い。多分ね、お風呂場の、あそこ入ったぐらいまでね、いけると思います。だから結構2メーターぐらいあるんですかね。で、これは、ここが、スイッチなんですかね。まず、おパワーもっと強くできますね。とマックス。あ、でも、そんなにね、すごい強いってわけじゃないけど、十分。
なんだろうな、すごくね、ピンポイントでいい感じでね、風が当たるんで、乾くの早そうな感じします。いや、いいですね。こんな感じのね、洗面台。めちゃめちゃ、おしゃれですね。で、こういったね、大きい鏡張りがなってるという感じですね。ではでは、浴室シャワールームの方にね、入っていきます。これ押すタイプなんでね、小さいお子さんでも押してね、入ってしまうことができてしまうと。で、下の石なんですけどね、滑りやすい素材かなと思ったんですけど、結構ね、カサッとしててね、滑りにくそうなね、素材ですね。これいいですね。滑らなくて安心です。眺めはですね、まあやっぱりオフィスビューですね。今日ね、あいにくの雨なんですけど、まあちょっとね、抜けてたらいいかなって感じですけど、まあやっぱりね、周りの建物も大きいんでね、はい。で、この艶消しのね、浴槽、いいですね。まあまあ広さありそうです。十分ですね。はい。こんな感じでね。はい、いいと思います。抜く場合はここをね、押す感じですね。ここでね、調節できます。はい。はい、ではね、シャワーの方なんですが、めちゃめちゃ大きい、これ。隣の晩ご飯ぐらいあるんですかね。ありませんね、それはね。こうやってね、切り替えができるみたいですね。ジェットだったりとか、なんだろう、なんとかスプレー、レイン、結構ピンポイントにできたりね、クロエ製ですね。で、あ、これいいですね。わかりやすい。見てください。上がね、レインシャワーで、下がね、シャワーとなってますんで、ここをね、押していただくと、シャワーがね、出るような感じですね。では、出してみましょう。はい。で、シャワーね、こんくらいの威力があって、これがノーマルですね。で、こうやって、ちょっと切り替えがね、できる感じですね。はいはい。これがノーマルです。まあ、十分いいですね。はい。グロエ製で、ここもね、こうやってガラス張り、鏡張りになってますんで、本当にね、広く感じますね。かといったらこっちはね、ガラスなんで向こうが見えたりしますね。なんかうまくできてます。はい。で、こちらね、フォーシーズンズのマークが入ったバスローブ。フード付きですね。いいですね。うん。いい感じのタオル生地のね、水槽な感じのバスローブとなってます。はい。こんな感じです。じゃあね、メインのお部屋の方に行ってみましょうか。この雰囲気がやっぱりめちゃめちゃいいですね。うん。個人的にはすごく好きですね。で、ベッドですね。今日はね、レイ君いるんで、ベッドガードをね、両サイドにつけていただくようにお願いさせていただいております。こんな感じのね、キングサイズのベッドですね。はい。で、ソファーがね、こうやってあって、はい。で、テレビがね、こんな感じなんですけど、このまずね、テレビの方の裏ですね。こういった優しい感じのね、間接照明があって、非常にいいですね。はい。で、こういったね、軽く作業ができそうな感じのテーブルがございまして、メッセージいただいてますね。はい。島田様、この度はフォーシーズンズホテル東京手町にご宿泊いただき誠にありがとうございます。ぜひともごゆっくりご滞在をお楽しみくださいませ。ということでね、宿泊部長様から、メッセージをいただいているという感じです。ここら辺はウェルカムスイーツなんですかね。あ、美味しそうです。チョコレート。いやー、これいいですね。この散りばめてるやつも多分チョコなんでしょうね。それとね、こういったささやかな贈り物をどうぞということで、チェックインの時もいただいたんですけど、もうお部屋にね、こういったものがあるという感じですね。なんでしょう、このしそ巻きとかね。お菓子、もち米、おせんべいとかですかね。うん、そんな感じしますね。はい。で、こういったね、電話機だったり、まあ、レイ君めっちゃ触りそうですね。で、このね、照明とかも非常に使いやすそうですね。おしゃれ。で、ここに USB-A のね、コンセントと、普通のね、コンセントがあって、照明なんかもね、結構調節ができる感じになってますね。まあ、いろいろね、ちょっと作業してみたいと思います。このね、机の足なんかも非常におしゃれですね。で、今ね、ソファー座ったんですけど、すごくね、これ、固めで座り心地いいですね。はい。まあ、ここでもなんかね、こうやって作業がちょっとできそうですね。はい。で、ご案内だったりとか、これもね、フレキシブルで、いい感じですね。どうやってつけるんだろう。あ、こうやってね。面白い。ここでね、こうやって、上に行くと明るくなっていく感じですね。はい。めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。
こんな感じのね、照明です。はい。で、ここら辺はレターとかですかね、便箋とかがあって、で、もう今ね、多くなりましたね、QR コードで、スパのメニューだったり、ルームサービスメニューをね、見ていただくことが可能という感じです。で、周辺の観光とランニングのね、コースが書いてあるマップがあります。はい。非常にいいですね。で、ベッドの周辺ですが、こういったね、コンセント USB-A はあって、Bose のね、ワイヤレス、Bluetooth スピーカーがあって、電話機。そしてね、こういったメインのコントローラーがあります。ここちょっとね、開けておきましょうか。はい。ちょっとね、今開けてますんでね、自動で開いてます。で、まあ、ナイトモードだったりとか、照明のね、調節ができるような感じですね。はい。非常にいいじゃないですか。で、こういったね、読書灯もね、あります。はい。で、眺めですけど、ね、先ほどのお風呂場からでもね、見たような感じですけど、オフィスビューです。今日はあいにくの天気なんでね、ちょっとどんより曇り空になってますけどね。はい。こういったアンテナビューになってますけどね。まあまあ、周りがね、もう高いオフィスに囲まれてますから、まあよっぽどね、公共ビューとかではない限りは、もうこういったね、シティビューという感じですね。はい。で、ここもね、お風呂場、障子でね、仕切ることもできますし、開けてね、オープンにすることもできるという感じになっています。いや、いいですね。すごくね、こだわりを感じますよ。こういったね、照明だったりとか。ね。で、このベッドのパネルがね、本当に高級感ありますね。非常におしゃれです。で、逆サイドのね、ベッドの方なんですが、はい。まあ、まずね、エアコンがあったりとか、で、ここ、あ、こういう風に、サラサラっていうのは、もうレイ君めっちゃ触りそうですね、これね。はい。で、注文等がね、できる、こういったね、タブレットがあるような感じですね。はい。そして、ここもね、同じようにコンセントと USB-A があって、まあ、一応ね、ルームサービスのメニューも、このようにね、あるという感じでございます。うん。朝食セットだったり、アラカルトとかね。ございますね。アラカルトでも、どうだろう ?1800 円から、みたいな感じですかね。1600円とかも、1200円とかもありますけどね。あ、ここにもね、あったんですね。で、こういったディスカバーっていうね、本が置いてあったりとか、おしゃれ本ですね。はい。で、こういったね、ベッドガードをこうやって付けていただいてという感じです。はい。今日のお部屋いかがでしょうか?こんな感じのね、お部屋です。まあ、個人的には非常にね、気に入りました。いい感じです。またね、もうちょっといいお部屋もちょっと早速ね、もう泊まってみたいなっていうふうに思いますね。で、ルームサービスのね、朝食メニュー、ドアノブにね、引っ掛けるタイプのものがあったりとか、常備灯があったりします。こんな感じです。はい、という感じでですね、無事にチェックイン手続き完了いたしました。でね、今 Wi-Fi の方接続しましたので、Wi-Fi のね、速度の方を測っていきたいなというふうに思います。ではね、早速やってみましょう。はい、ということで無事にね、速度の方を測れました。これはやっぱりね、新しいホテルはこうじゃなきゃいけないですね。ダウンロード、下りがね、92.25Mbps、アップロード、上りが 61.8Mbps となってまして、快適です。これであればね、ここでね、YouTube ライブやってもサクサクいくんじゃないかなっていうふうに思います。はい。というわけでね、無事にチェックイン手続きが完了しまして、今ね、一通りも動画なんかも撮り終えたところではあるんですけれども、朝の9時40分。めちゃめちゃいいですよね。で、チェックアウトはね、翌日の夜21時ですね、となってまして、もうね、36時間ステイになるのかな。すごいなって思いますよね。朝9時にチェックインってしたことないですよね。はい。で、チェックインした際にですね、まあ、まずね、こちらの、一級ダイヤモンドのね、特典で、このかりんとうをね、いただいております。そして、ここにね、アルコールシートだったりとか、使い捨てマスクとかね、トラベルシールドハンドジェルとかがね、入ってる、まあ、一式をいただいているという感じでございます。で、その他ですね、施設ご利用に関するご案内としてね、こういったペーパーいただいてまして、レストラン、バー、イタリアンがね、39階あるんですけど、
朝の7時から20時まで、ラストオーダーは19時となってまして、アルコール類はね、今日ね、6月19日ということもあって、まだね、緊急事態宣言中でですね、アルコールの提供はしておりませんという状況です。まあ一応ね、チェックインの時に、6月21日以降はどういうご予定ですかっていうふうに聞いたところ、アルコールの提供はね、開始されるということはおっしゃってました。ただ、まあやっぱりね、マンボウがありますんで、まあおそらくね、19時提供が終了で、まあ20時閉店っていう感じにはなるんではないかっていうことをおっしゃってました。はい。まあこれはやむなしかなとは思いますけど、まあアルコールのね、提供は開始されるという感じです。ラウンジ39階、これもね、11時から19時となってますけど、ラストオーダー1時間前の18時となってます。フレンチもね、ランチが11時半から14時半、ディナーが17時半から20時。で、バーはね、休業してまして、インルームダイニングは24時間。利用いただけますと。ただ、アルコールのね、提供はしておりませんっていう感じになってます。で、宿泊者のね、お客様に対しては、ミニバー、アルコールドリンク類に関しては 15% 引きという感じになっているという状況です。その他ね、プールとかジムに関しましては営業してまして、プール、ジムがね、朝の6時半から20時まで、スパがですね、10時から19時45分までという感じで営業しているという状況でございます。はい。いや、本当にね、先ほど申し上げた通り、一級のね、プランで、まあ、このようなね、予約を取らせていただいたんですが、朝のね、本当9時から、翌日の21時まで、お部屋にね、滞在することができるプランとなってまして、これは本当にね、非常にありがたいなっていう感じですね。これでですね、一応まあ、アップグレードとかはね、ございませんが、デラックスルームのキングシティビュー、で、ベッドがね、ダブルっていう感じになってまして、これでね、金額、総額入れてですね、まあ、ポイントを利用してですけれども、5000円分のね、ホテルクレジットがついて、36,055 円という感じでございます。まあ、考え方によってはね、これ普通のね、こういったコロナ禍でなければ、やっぱり7万円前後ぐらい、宿泊料って多分7、8万円かかるホテルではございますので、まあ、GoToね、使った時よりもおそらくね、安い価格で今宿泊できているというようなね、状況でございます。ただね、やっぱりオリンピックが始まる頃合いになってくると、もう価格結構上がってましてですね、日によっては10万円超える日なんかも出てきているというホテルでございます。まあ、とりあえずね、今日また夜にでもですね、YouTube のね、ライブ、部屋からお届けしていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、これ公開してる頃ではもう出てると思いますね。一応こちらの方によかったらね、そちらのリンク貼っておきますので、ご覧になっていただきたいなというふうに思います。はい。というわけでですね、こちらのチェックインルームツアー編に関しましてはね、こちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram、クラブハウスやってまして、URL ね、貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェック。よろしくお願いいたします。またね、こちらの続きも含めてね、こういった旅行動画、どんどんお届けしていきたいと思っておりますんで、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。